2022年、丹後の国、水の江の里に住む、容姿端麗な水の江の浦島太郎は、一人船に乗り、海上に浮かんで釣りを楽しんでいました。ところが、一匹の魚も釣ることができず、三日目には諦めて竿を上げようとしたところ、一匹の五色の大亀を釣り上げました。浦島太郎は恐る恐る船の中に入れ、眺めているうちにやがて居眠りをしてしまいました。しばらくして目を覚ますと、亀は大層美しい乙女の姿となって、浦島太郎を常世の国へ誘い、二人して船にて常世の国へ行きました。常世の国の宮殿は今まで目にしたこともなく、人より聞いたこともなく、とてもとてもきらびやかであり、浦島太郎は乙女に夢を見ているのでしょうかと尋ねました。すると、乙女は、ここは常世の国でございます。君と共に住むところでございます。と知らされました。その後二人は手を取り合い、乙女の住むという立派な屋敷に案内をされました。乙女の屋敷の門の前で、乙女は浦島太郎を待たせ、両親に夫婦の契りの許しを得るため門の中に入って行きました。その待っている浦島太郎の前には、7人の子供たちと8人の子供たちが入れ替わり出てきて、亀姫の夫になられる方でございますと知らされ、散々いたずらをされました。そこで亀姫こと乙姫はの名前を知り、とても不安な気持ちで待たされました。その後、乙姫と島子は一緒になることを許され、夫婦となって毎日楽しい日々を送りました。ところが、3年たったある日のこと、浦島太郎にふるさとへの思いがあることを知った乙姫は、浦島太郎に美しい衣を着せ、乙姫の分け身玉の入った玉串毛、玉手箱のことですを与えて、再会を期するならば、決してこの玉串毛の蓋を開けてはなりません。お約束をしてくださいと告げて、二人は約束のあと、島子は常世の浜から船に乗り、お供の人たちの手によって送り返されてきました。水の江の里に帰った島子は、浦島太郎はふるさとの人跡を与えて、古い松、古い杉のそびえる変わり果てた有様を見て驚き楽しみました。やがて、津川の川のほとりで洗濯をする老婆に出会い、300年もの昔、浦島太郎というお人が海に釣りに出かけられたまま帰ってこられなかったそうだという言い伝えがあることを聞かされました。浦島太郎は常世の国の生活が300年にもわたることを悟り、その後10日間ほど生きていました。その間、日ごとに乙姫を思う心が募り、玉串毛の蓋を開けてはならないという約束を忘れて、その蓋を開けてしまいました。すると、中から紫の煙が蘭の香りを漂わせて立ち上り、常世の国の方へたなびき、その紫の煙を追っていくうちに白髪のおじいさんとなり、亡くなりました。